こんばんは、ポップです。FX チャンネル、11月19日木曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、昨日はね、株式相場が下げるという状況で、日経平均はね、2万6000円。 そしてダウ平均は3万ドルをつけた状況からで、ね、少し調整が続いているというところでございますえ5ドル円やポンド円といったクロス円の方はそれに合わせて下げるような状況円高方向が進んでおりますが少しドル円の方は、えー、トレンドが変わってきたかなという状況でございますのでそのあたりもじっくりと後から説明しますがまずは全体の相場感振り返っていきましょう はいいい、えー、こちらいつものののササイイトト世界株価でございますまずは昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、マイナス344ドル、終値で2 9438ドルということで、1.16%大きめな下落ということで、1日の取引を終えました。 今までは、ね、無視されておりましたコロナウイルスの感染拡大第3波とも呼ばれておりますがこちらの方が深刻になってきましてプラス圏からスタートしたダウ平均も引けにかけて大きく値を下げるということで、ね、1%を、えー、超える下落ということで1日の取引を終えましたそしてその影響を受けました東京マーケット日経平均は前日比マイナス93円終わり値で 2万5千634円ということで、こちらも0.36%の下落ということで、1日の取引を終えました。えー、ただ、ダウに比べたら、えー、下げ幅はね、下げ率は少ないというところで、これも引けにかけて大きく買い戻しが入ったというところがね、一つの要因かなというところでございます。 ただ、時間外取引は、その後ね、日経平均の方は今140円ぐらい、ね、下げるような状況と、ダウンに関しましては、昨日の終わり値から92ドルぐらい、ね、下げているという状況でございますので、引き続き株式相場調整が続いているというところでございます。それに合わせてね、0.9%を超えていた10年もの国債利回り、アメリカの方ですね。 こちらも今は0.85ほどということでね、まあ、金利に合わせて金利回りが下がるイコール株式相場も下がるという状況で、ある意味ね、通常の正常な相場に移っているというところでございますが、これらを含めてドル円相場の方から解説をしていきますので、まずはドル円のチャートをご覧ください。 はい、えー、こちら、ドル円の15分足。えー、まずは右側のチャートご覧ください。こちらが約1日の時間軸のチャートでございます。えー、昨日の動画解説の少し後のタイミングで一気にね、えー、跳ね上がるというところがございましたが、これは長い上髭をつけて104円で押し戻されてしまったというところでございます。 ニューヨークマーケット下げましたので、株式相場が下げましたので、リスクオフということで、一時は103円70銭ぐらいまで下げる場面もありましたが、まあ、東京マーケットと続いて、なんとか大きくね、下方向に行くことは避けていたというところでございます。ただね、本日の欧州時間に入ってからですね、ドルが買い戻されて、昨日跳ね返されました104円。 こちらを明確に上抜けてきたということで、少し今まで続いていました下落トレンドの方が、トレンドが変わるかもやというようなところまで来ているというところでございます。 これを60分足のね、1週間の時間軸でご覧いただきますと、ひたすら下落トレンドが続いていました60分足、こちらでございますが、こちらね、昨日の、今日の欧州時間の上げによってですね、移動平均線を大幅に超えてきたというところで、この前のね、こちらコロナワクチンの大幅な上昇とはね、少し勝手が違って、じわじわと上がってきているというところでございます。 えー、ということでね、えー、今までは60分足の移動平均線が右下下がりで、その下側でね、要線から陰線に転換するというところが迎えておりまして、まあ、昨日もね、えー、そのような形で、えーまあ、利益が取れたかなという状況でございますが、ちょっとこの移動平均線を明確に超えてしまったということで、ショートポジションと言いますか、ショートの目線は少し解除していただくというところでございます。 今回ですね、一回移動平均線を上回りまして、これから移動平均線が右肩上がりになるかならないかというところでございますので、狙うポイントとしては2つでございます。まず一つ目はロング目線というところでございますが、一旦ね、104円を超えておりますので、こちら104円を上回った状態で押し目が入る。いわゆるこちらの平均足が、今要線が続いておりますが、押し目イコール陰線になる。 この陰線が104円よりか上側で要線に切り替わった場合、その場合は移動平均線の上側で陰線から要線にサポートが入ったという形になりますので、ロングが取れるかなという状況になりました。そしてもう一つはね、ショートということで、このままぐんぐん上がっていった場合、要線が続いた場合でございますが、104円25銭、少しばかりのねレジスタンスありますが、これも超えた場合ですね、104円50銭というところが過去に大きなサポートとなっております。 まあこのあたりでね、えー、きっちりとサポートが入っていたというのはね、見て取れるかなというところでございますが、こちらの104円50銭、過去のサポートラインがレジスタンスラインになる可能性が高いというところでございますので、このまま一気に104円50銭まで上げた場合には、この付近でしっかりと要線から陰線に転換した場合はショートを取る。 104円付近で、ね、サポートが入った場合はロングという形と104円50銭付近でレジスタンスが入った場合いずれも平均足の転換が見られた場合でございますがその場合はロングとショートを組んでいくというような戦略で少し、ね、104円から104円50銭このあたりのレンジを想定してロングとショートを組んでいくというような、ね、方向性でよろしいかと思いますので参考にしていただければと思います はいえー、以上で米ドル円の解説を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう、はいえー、5ドル円の方は株式相場と同様に、えー、下げ目線ということで円高方向に推移しております 昨日の動画解説のタイミングは76円付近をうろうろとしている状況でございましたが、まあ、株式相場、ニューヨークマーケットと東京マーケットで下げましたので、まあ、一気にね、76円ぐらいから75円50銭付近まで下げてくるというところがございました。 そして今も、ね、株式相場、反発は、ね、多少入るものの大きな反発は見られないということで、ね、どうしても頭を押さえつけられて下方向に進むところが取れていないというところでございますこれを60分足の1週間の時間軸でご覧いただきますと今回、ね、ちょっと76円で蓋をされてしまったかなというところですねそして今までのがっちりとしたサポートラインですね この75円75銭を下抜けした場合には、下方向にトレンドが出てきますよというのをね昨日お話ししておりましたが、とうとうねこの75円75銭、こちらをね明確にこのあたりで割り込んでしまったということで、今までのサポートラインがレジスタンスラインになる可能性が強くなっているというところでございます。よって具体的な戦略としましては、安値を更新してしまいましたので、この75円75銭、 このサポートラインが一回、ね、レジスタンス食らった形でございますがもう一度ですねレジスタンスになる可能性が強いそして移動平均線の方が右下下がりというところでございますので移動平均線の下側かつ75円75銭よりか下側でこのような要線が陰線に切り替わった時にはショートを組んでいただくこういったようなショート目線で攻めていただくというところがよろしいかと思いますので参考にしていただければと思います その場合ですね、どこまで下げる可能性があるかというところは、4時間足を見ていきたいと思いますが、はい、4時間足、ご覧いただきますと、先ほどの75円75銭ですね。 ここを破ってしまった場合は、75円付近まで落ちる可能性がありうるというところでございまして、これは過去ね、75円から76円というのは、スッと上がってきたところでございますので、あまり出来高が成立していないというところでございます。そうしますとね、このところでサポートレジスタンスというのはあまり考えにくいという形でございますので、このあたりね、真空地帯になっておりますので、やはりストンと落ちて75円付近まで落ちる可能性がありますので、そういった リターンを考えますとね、やっぱり75円75銭、こちらを超えることができず、この要線が陰線に切り替わったところではショートを組んで、この75円50銭を抜けたときにはストンと落ちるというところが想定できますので、こちらはショート目線で攻めていく。ただ、もちろんね、76円を超えたところあたりでストップロスを置くというところはね、忘れないように、しっかりとね、100%の勝率の手法はないという形でございますので、移動平均線付近でレジスタンスを食らったらショート。 しかし76円を超えたところ付近ではしっかりとストップロスを置いておくということを忘れずに意識していただければと思いますので皆さんの相場感と合わせて参考にしてください、はいえー、以上で5ドル円の解説を終わりまして続いてポンド円を見ていきましょう はいえー、ポンド園の方は、昨日の段階で、えー、60分足からご覧いただきますと、三角ペナントがで出ておりましたので、こちらを抜けた方向にトレンドが出ますよというお話をさせていただきました。えー、その通りですね、えー、今日の、えー、未明ですね、まあ、4時から5時ぐらいに明確にこの三角ペナントを、えー、下抜けして、まあ、一気に、ねえー、50ピプス以上、えー、70ピプスぐらい、ね、下落するという局面がございました。 ただ、欧州時間になってからですね、15分足右側に戻していただきますと、まあ、大きな下落があったんですが 欧州時間になって一気にね息を吹き返して元の138円に戻ってくるということで一旦はね大きく下げたんですがそのまま戻ってくるという形でちょっとこのあたりねショートを組んだところは方は利益確定ができていなければ元の位置に戻ってきてしまったかなというところでございますちょっとこのあたりはねポンドに関しましてはイギリスの EU 離脱の案件いわゆるブレグジットの案件で右往左往するというところもありますので少し読めないところでございますが今の えー、この138円に戻ってき,、まえー、きてしまった以上、ちょっとね、えー、今後の対策を考えていかないといけないかなというところでございます。 話をね、60分足に戻していきますと、三角ペナントで一旦は下抜けして、下にトレード、トレンドが出るかというところでございますが、この移動平均線で一旦はね、レジスタンスを食らって、下方向に行くかと思われたんですが、一気に反発した。ということは、もうこのね、下落トレンドというのは終わってしまいますので、逆にここまでね、安値を抜けてから戻してきたということは、逆に上方向に進む可能性を考えておかないといけないというところでございます。 よってこのまま、ね、138円付近まで今上がってきておりますが138円を超えて、ね、138円の上側で陰線から要線。 いわゆる押し目をつけて138円のレジスタンスを抜けてね、それがサポートになった場合は、ロングを組むという形で、この辺りでね、ショートを組んだ方々が少し踏み上げられているという形でございますので、もしかしたらそういうような壮大な動きをすることによって、ショーターを刈り取るということは考えられますので、138円抜けたときに押し目をつけて138円よりか上側で陰線から要線に切り替わる。 このようなサインがあった時には、ロングを組んでいただきながら、139円ぐらいまでで利益確定をするというところでよろしいかと思いますので、ちょっとこのあたり、三角ペナントが崩れたところで動きが出てきたというところでございますので、このままね、138円でショートを取るよりも、一旦超え,を超えるのを待ってから、押し目をつけてからのロングという形で、ショート目線から切り替えていただくところが大切かなと思いますので、参考にしてください。 はい、えー、以上でポンド円の解説を終わりまして最後にユーロドルを見ていきましょう、はいえー、ユーロドルの方は、えー、少し下落トレンドに転じておりまして、えー、今日はね個人的にも、えー、先出しトレードの方でユーロドルの方は、まあ、20ピプスではございますが、えー、利益を確定させていただいたというところでございますまずそこの、えー、個人的に、えー、とポジションを取ったというところでございますが60分足を参考にしておりますので、えー、ご覧ください 今まではね上昇トレンドが継続しておりまして移動平均線が右肩上がりでその移動平均線付近 もしくは割り込んだ場合もすぐさま移動平均線を戻るというような形でね、上昇トレンドを繰り広げていたというところでございますが、昨日の、ね、ところから少し移動平均線を割り込んでしまいましたので、これはもう下落トレンドに転じたかなというところで、移動平均線の上側に位置していた平均足の方が、今度はね、右下下がりの移動平均線の下側に位置するようになったというところでございます。インしたポイントとしましては、このあたりですね、 陽線が続いているんですが、ちょっと私、フライングしましてですね、えー、ある程度時間の途中に陰線になっている部分が平均足でありましたので、ここが陽、えー、線から陰線に切り替わるところでショートを取ったというところでございます。ちょっとね、えー、5、6ピプス、えーまあ、1.1850付近まで、えー、戻されてしまったんですが、まあ、きっちりとね、移動平均線の下側で陽線から陰線になったというところでね、えー、この辺りでスポット下げていただいて、1.1842ぐらい でしたがね、えー、それぐらいでショートを取ったんですが、なんとか20ピプス、まあ、今ぐらいの価格帯で、えー、しっかりと利益確定ができたというところで、一旦はね、えー、今日のトレードは終わりにしようかなというところでございます。 しかしながらですね、チャンスがあるときは何回も入るというところで、もうトレンドの方は下落トレンドに入ってきましたので、移動平均線の下側で引き続きですね、反発が入ったとき、このように要線から陰線に切り替わったタイミング、もしくは確定しそうだという、ね、タイミングでしっかりとショートを取ることによって、1.18ぐらいまではね、こちらの方はサポートがないという状況でございますので、しっかりと反発した場合ですね、 1.1850よりか下、もしくはこの移動平均線よりか下側で、要線から陰線に平均足がチェンジしたところで、しっかりとショートを組んでいく。このような形でよろしいかと思いますので、えー、皆さんもね、ポジション、えー、考えていただいて、一、えー、つユーロドルもチャレンジしていただければというところでございます。そして、えー、15分足ね、ちょっと解説をしておりませんでしたが、 今までのサポートラインでありました1.1850ですね、えー。これは60分足でもサポートが、えー、こちらね、えー、入っておりましたが、こちらを、えー、抜けてしまって、えー、この前ね、えー、先ほどでございますが、えー、このサポートラインが明確にレジスタンスになったということで、やはり下落トレンドが強いかなというところでございます。 かつ、この1.1850と,というところは、このダブルトップあります。M の G みたいな形になってますが、この M の谷間ですね。ここのサポートが入っているということで、これもまたね、レジスタンスラインに今度は切り替わりやすいというところでね、明確にこちらレジスタンスが入っているという形になりますので、1.1850よりか下側というのはね、弱気目線という形になりますので、そのあたりはしっかりとショート目線で1.1850を上回るまで えー、もしくは移動平均線を上回るまでは、要線から陰線でしっかりショートを組んで、1.18ぐらいまで、えー、しっかりと、えー、利格を伸ばしていくというところをね考えていただければと思いますので、参考にしてください。はい、えー、以上でね、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします、えー。今回2つお知らせがございまして、えー、まず1つはですね、えー、今日新しく、えー、動画を作成しましたので、こちらもね、えー、またよろしければご覧いただければと思います。 初心者向けには作ったんですが、ボリンジャーバンドを使った投資戦略というところで、こちらの方ですね、ボリンジャーバンド、よく私も使っておりますが、どのようなタイミングでインすべきなのかというところをね、しっかりと18分ぐらいの動画で解説しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。 あともう一つはですね、明日、久しぶり、2週間ぶりにですね、YouTube ライブを行っていきたいと思います。まあ、週末の金曜日でございますので、まあ、コロナで、ね、飲み会ができないという方、早く帰ってくるという予定がありましたらね、私も21時ぐらいから予定しておりますが、ライブの方、やっていきたいと思いますので、詳しくはねまた Twitter 等で告知しますが、お時間ある方はぜひご覧いただければと思います。 今回は以上です。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。ちょっとね、コロナが増えているような感染者数が増えているという状況でございますが、皆さん体調にご留意いただきながら、最後の一日ね、金曜日頑張っていきましょう。バイバイ。